ロンロン、和装チャンネルへようこそ。総支配人のロンロンです。はい、今日ね、ドラゴンズの OB 戦が今週木曜日にあるということで、やはりここは一つタオルを掲げて応援しましょうということでですね、2名のタオルを買わせていただきました。もうすでにこれでバレちゃってる感はちょっとありますけども、山井選手じゃありません一つはですね、ちょっと挙げさせてもらいます。よし、よかれどこ開けるか、どれか一つはですね、山崎武選手。はい、なんで山崎選手かっていうと、一応あの同級生です。はい、別にあの同じ学校じゃないのであれなんですけども、同学年で、一度対戦したこともあります。対戦というかね、あの向こうが打ってこっちは守って、まあこっちが打って向こう守ってみたいな感じでしたけども、はい、対戦したことあります。すごい野球でした。で、私、レフト守ってて、あの名電の高校じゃねえわ、メイデンのグラウンドで、外野芝生だったかな、山崎選手打った打球が、私レフトだったんですけど、内野手かなと思うような打球が飛んできましたんで、ワンバウンド、ツーバウンド、スリーバウンドぐらいだったんですけど、それでも本当すごい速い打球で、うわ、正面でよかったと思いましたからね。これずれてたら抜けた、何、5メートルぐらい離れてたら多分抜けてますよ。そのぐらい打球早かったんで、あれはびっくりしましたね。うわ、こんな人には勝てんわと思ってやっぱプロ行く人間はちゃうなと思って見てましたけどね。はい、もう一人は秀典さんです。はい、なんでこれ秀典さんかっていうと、秀典さんのね、まあ彼は別にだいぶ私より年が下なので、あの現役一緒にやってたとかそんな話ではないんですけども、現役上がられてからあのラジオ番組ドラナマキングとかでね、お話聞いてて、すごく面白いことが面白いわけではなく、あのいろんなこと考えてるなと思って、その正直だし、すごくいろんなこと考えては野球やってこられたんだなっていう思いがすごくありまして、なんかあすごい、やめてから不安になりましたこれすごい不純なんですけど、野球やってる時は別にね、そんなに別にスーパー不安じゃなかったですけども、野球やめられてからの方が私は率直に不安になりました。はいい人なんだなと思って、なかなかね、そういうね、人柄ってお見かけすることって少ないので、野球選手の場合はどうしてもグラウンドだけになってしまうんで、なかなか難しいところなんですけども、たまたまそういう番組とかでね、見させていただいて、その感覚だったり喋り方だったり雰囲気だったりっていうのはすごくいいなと思って不安になりました。はい、秀典さんも応援したいと思います。これどちらなんだろう、一塁側、三塁側なのかな、一塁側なのかな、もうなんか分かれてますんで、多分そのベンチの反対側に行く、例えば一塁側に皆さん見えるんでしたら三塁側に行くし、三塁側に見えるんでしたら一塁側に行くと思います。ベンチの中がよく見えるように、はい、そのつもりでいますので、またね、いたら声かけていただければいいかなと思います。よろしくお願いします。今日はですね、OB 戦間近に控えた、ドラゴンズ OB 戦を間近に控えた、私の準備の状態を、レポートさせていただきました。それじゃあ、面白いなと思いますね、チャンネル登録、いいねボタン、フォローお願いしたいと思います。またね、コメントありましたら、よろしくお願いしたいと思います。またね、バイバイ。